じゃあ今から高山陣屋じっくり見物していきたいなと思います。行ってきます。今からチケット買います。すいません、1枚お願いします。440円1000円でよろしいです。40円ありました。お願いします。行きたかったんですよ。ありがとうございます。チケットもゲットしました。あとパンフレットもいただきました。中入っていきます。貴重品はダメですけど、何か手荷物はここで預けることができるみたいです。あとで記念撮影時もいいかな。ここでお願いします。始めさせていただきます。はい、お願いします、はい、高山神社ようこそいらっしゃいました。この高山という町はですね、実はあそこに見えます山がありますよね、はい、高山、はいはい、あそこに高山城という城がございまして、このお城の城下町として作られたのが古い町並みをはじめ、高山の現在観光地となっている高山の町なんですね、はいはい、でそのお城を作って高山の町の基礎を作ったのが金森という戦国大名です、はい、初代長近と申します。長近の長は織田信長の長をいただ信長の直属の家臣だったんですね。それがですね、信長の死後秀吉の命令を受けましてね、秀吉の天下統一の機関としてこの飛騨の攻略を命じられました、はい、そしてこの飛騨の地を治めておりました三月という豪族を倒しまして、城を築き6代106年間にわたってこの高山の町を作り上げていくわけです、はい、現在の高山の町の基本を作ったのがこの金森さん。ところがですね、江戸時代に入りまして5代将軍綱吉という、これ生類やわらびの霊を出した作品ですね。この綱吉がですね、金森家の6代目頼時という男の様を山形県出羽の国へ追い出いたします、はい、つまり北から追い出してしまう。そしてその後ですね、この高山をはじめとするこの飛騨の国が徳川幕府が直接治める直轄領になります。この飛騨というのはかなりひどい面積を持ち、はい、岐阜県は南の方が美濃の国、北の方が飛騨の国になります。この高山市だけで東京都と同じくらいの面積ですから、飛騨全部になりますと東京都の大体2倍くらいがあるんです。この飛騨はこの幕僚という徳川幕府の直轄地になりますね。それ以降ですね、城が壊されましてこちらに置かれましたのがこの飛騨の国を統治するための幕府直轄のお役所、これを神院屋と申します。ここはですね、最初は大官職してお大官様が派遣されました。お大官様って大体5万石の箔を持つんです。5万石の大名と上達で、それは12代から軍代に昇格、軍代というのは10万石の大名と上達なんですね。軍屋というのは全国に60数箇所ありましてね、それが徳川幕府の財政を支えていたわけですが、この中でも軍代所というのは4箇所しかございません。ですからまあ全国のベスト4に入った陣屋ではあるわけですね。大官軍代というのはですね、単身赴任が当時ありませんので、家族を全員連れてまいります。じいちゃんばあちゃん孫子女中さんまで株に乗せて、そして家族はですね、この役所の建物の裏手に役宅という住宅がございまして、はい、まあ、大体屋敷ですね、そこで生活をされます。江戸から約2週間かけて籠を連ねてやってくるわけです。そして大官様が到着されますと、この地台の前に籠を横付けにしましてね、籠から降りて進まれる。そうすると初めてこの扉が開く。ここはね、本当にそういう賓客しか通れない、はい、そういう玄関でございます。その時もね、江戸から攻めてきた偉い人はこちらからしか入れませんね。来れるのはお大官様だけなんです。どうぞ今日はお大官様に来てください。はい、こういう風になってる。飾られますとね、表面を飾りますのが例外派という希少文言。最近の人それを見られるとワイワイワイと言われます。いやこれ実は海の波を表して、はいはい、寄せて返す波、永遠に続きますね。同じようにですね、徳川幕府の世の中永遠に続いてほしいと、徳川が非常に大切にした必勝文言。これはですね、実は復元されたものでございまして、昭和4年実際に江戸時代にここに重ねられてあったんです。最後に回られる上村、はい、これが資料館になっておりまして、こちらの方にガラスケースに入れて保存されております。また後ほどぜひご覧いただきたいと思います、はい、こちらの方はね、岩絵の具という顔料を使ってますので、より鮮やかな群青色が残っておりますね。こういったような見どころとして、こちらマムキウサギですね、家がありましてね、はい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 、あの真正面を向いたウサギが、これをどういうところにあるかと言いますと、こういうところですね、投げ石に打たれますね、飾り金具、金隠しという金具がつきますが、これが高山陣屋の場合、このウサギの衣装で、これ小堀遠州という方が江戸時代好まれた衣装だそうです。
でこちらがですね、一番奥の間になります。中枢ですね。正面がね、大観巡台のお席、そして左右手付け手台が座る。これいずれもですね、ここで仕事を送っていたのは当時の幕府の武士の身分を持った当時のキャリア官僚です。ですから畳もですね、蓬莱劇という高級な畳が使われる。で、隣を見ますとね、畳が黒紅にありますね。こちらで仕事をするのはですね、地役人といいまして、はい、まあ、地元採用の役人が、最初の地役人どういう人たちかというと、金森のお殿様が山形へ国替えになった時に残されていった金森の家臣。はい、ね、はいはい、それを一括してね、自役人として80数人対応いたしました。ですから畑は指していますけども、武士じゃない、自分は持っていません。ですのでもう身分が違います。ですからもうこれが畳に現れる。でもっと進まれるとね、よりのない畳の部屋、これは女中さんの部屋とか湯飲み部屋、つまり使用人の部屋ですね。ですから上の部屋、中の部屋、下の部屋、畳を見ていかれると部屋の格が分かります。では庶民どこかというと、庶民はですね、この建物に上がることさえ許されない。これがやはり当時のお役人と庶民の関係ですね。あのこの土間までね、お役所さんとか町民の代表が参って役人にいろんなお願い事をします。役人はここから命令を受けます。これ北の知らすというか、これ民事の知らす、これ刑事の刑事事件の知らすなんですね。また蔵に入る手前にございます当時のお知らす。これあの本当にね、当時はそれこそ科捜研とかありませんからね、自白は非常に重んじられる。ですから脅したりとか叩いたりとか、そんな道具が置いてあるお知らす、はい、最後の方にございますので、またご覧ください。私の案内ここまでしかできません。ありがとうございます。というわけで、ボランティアガイドの方による高山神社の説明を受けて、いざ僕のペースで、日本男子馬尾神のペースで高山陣屋ぐるりと回っていきたいなと思います。今の時期は咲いてはないですけど、一応外には降りないでくださいという。で、ここが町組頭詰め所、町年寄り詰め所、詰め所。要するにこことそことここで身分によって待たされる人間が違うと。なるほど。蝶閉じ場、幕府に提出する文書等を。そうです。高山陣屋の順路案内図、こんな風になってます。さっき民事のお知らせの場、あと蝶釣り場見て回りました。現在地がここです。順番に回りながら見ていきたいと思います。昔はこんな風になってたんですね。高山は幕府の直轄領、自役人の出勤率がここ、侍の身分をもらってなかったから、本当にこういう簡素なところから出たんですね。湯飲み所、休憩所。マッコウウサギの首隠し、こんな風になってたんですね。買ってお茶を入れるための台所、湯を沸かすための釜もあります。この物入れはおそらくそういった食器とかも入れてたんでしょう。で、ここにはいろりがあります。このカーペットもおしゃれですよ。マッコウウサギがこうやってプリントされてる。順路にて進みましょう。ちなみに一応ね、マナーを守ってさえいれば撮影 OK だそうです。高山陣屋の内部動画の撮影も OK なんだそうです。あれは何でしょうね。手付け手台の役宅跡、ここに陣屋の中に入れないけれども、ここで仕事をしていた人たちの住まいがあったっていうことでしょうね。ここに注意書きがあります。滑るので気をつけて。じゃあ滑らないようにゆっくり行きましょう。何か見えてきましたよ。ここは何だろう。なんかここも簡素ですけど、松とかがあったりしますね。まあ、ここも降りないでくださいっていうなってます。ここが座敷、お客さんをお待たせした接待した部屋ということで、順路役宅台所、こっち側みたいなんで行ってきます。矢印の方向で、さっき座敷から見てたのがここですね。目が飾ってあって、中の口、役宅への出入り口がここだったみたいです。
土縁ひさし。高山確かに雪国だから雪が入り込まないためのひさしが必要だった。でここが4人部屋、文代の秘書の部屋、役宅の受付窓口、こういう感じになってます。改めて中の口ちょっと遠目から映すとこんな風になっていきます。この順路で間違いないですね。ここが女中部屋、女中さんたちが生活する部屋でした。ちゃんといろりもあります。そこにあるのは多分化粧箱かな、化粧箱だと思うんですけど、下台所。そして向こうが土間、当時使われていた食器類なども展示されてます。下台所こんな感じになってたんですね。そしてここが台所、飯炊き用の釜なんかも当時のままかな、もしかしたら再現されてるのかもしれない、残ってたらわからないんですけど、台所こんな感じであります。お式、膳、盛り台、当時の食器類がこうやって保存されているわけですね。お筆、高槻、天目台。あ、もう広だ、結構サクサクと回れちゃいますよ。お庭がこんな感じ、あれが勝手土蔵、役人が使用するものを保管している場所。次の間、お客の控え室、ここで待ってたんですね。お今、ここが軍隊の日常の生活場所、そしてこれが茶室、ちゃんとあそこに茶の湯を沸かすための囲炉裏が隠してあります。向こうにはお花が生けてありますね。あー、お庭が綺麗、こんな庭を見ながら生活してたんですね、昔の軍隊という一番偉いお役人さんは。入り側、なるほど、ここからお客さんが部屋に入ったということで、こういうなんか川みたいな水が流れるところを作ってあるのはちょっと素敵だなって思いますね。5月に音楽奥方のお部屋、なるほど、長持ち、あー時代劇とかによく出てくるということで、ここが居間です。ちなみに関係者以外2階は上がれませんので、見るだけです、上がらないでください。ここが当時の居間、休憩する場所ということなんですね。まあ今は青々とした葉っぱですけど、秋になったらこの紅葉本当にうっとりするぐらい赤く染まるんだろうな。順を追って歩いてきてここまで来ました。もう折り返しです。見てください、縁側に沿って長く伸びてます。こっから先はいろいろとこう、また別の仮の牢の跡とかいろいろあるみたいですね。降りはしませんけど、これ少しぼーっと眺めてみますか。庭の向かい側、広間になっていました。書院とも言って、儀式、階段、講釈等が行われた。広さ49畳、こんな感じ、まあかなり広いですよ。お家は死者の間、死者の控え室、内命を伝える時などにも使
備をされた広さ15畳、こういうところにカゴを置いてたんですね。向こう側に民事の方の押し出す吟味所ありましたけど、こっちは刑事事件などを裁く押し出すだったんですね。ここに説明ありますけど、先ほどガイドの方から説明ありましたけど、こんな風にね、当時の拷問の方法が書いてあります。いや生々しい。ほんで攻め台とかこんな感じで残ってますよ。攻め台と抱き石、いやー石は抱きたくないな。囚人カゴも残ってますし、壁にかけてあるのが大きい尻、これでバシ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 罪人を叩いてたってこういうことですね。早く自白してもらうようにということで、に行くわけなんですけど、ここも長い廊下だな。ここもやっぱり滑りやすいから注意が必要ですね。なるほど。ここから先展示物の写真撮影は可能なんですけども、動画撮影の方は禁止になってますので、一旦ここで動画の撮影は止めたいと思います。資料館の中全て見て回りました。いや飛騨高山にもね、いろんなこう深い歴史があって、最初に、ね、明治維新が起きて最初に入ってきた飛騨の国取締まりの竹村勘三郎、彼は結局1ヶ月と高山にいなかったそうですし、その後が継いだ初代高山県の知事もわずか1年でね、庶民による暴動によって職を失い29歳の若さで亡くなったということらしいんですよ。悲しいこともありつつ、そういうことの積み重ねが結局今につながってるんだなって思いました。ちなみにこのベンチ、岐阜県産の間伐材を使ってるそうです。これは落ち着けるそうですね。どうやらこれで高山神社ぐるりと巡ることができたようですね。高山陣屋じっくり見てきました。後で、まあ、今ちょっと隠れちゃってますけど、ピリ辛味噌をお酒と一緒にいただきます。まだ今日一日は高山いるのでありがとうございます。今回の動画いかがだったでしょうか。もしよかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。